感染したんですか。感染した。あとね、2、3ちょっと訂正はせなあかんねんけど、このセルがね、ワープしてるからセルが回りにくい。圧縮が高すぎて。だから、セル強化するか、もしくは、ワンプッシュトランジスタを振り込んで、パーンとバッテリーを上げるか。あ、シートもすぐ外れるんで、外してもうたら。はい、はい。フェンダーって、はい。渡辺さんが作られた。いや、これはもともとイタリアから。このリアのね、あのフェンダーは後で加工しましたけど、FRP が重たい重たい。さすがイタリアやなと思いました。結構すごい手間かけるでしょ。はい、すごい。でも使われるのはあん中でも何カップやから。そうですね。定時3秒的なですしね。そうそうそう。あのチタンのあれはいいでしょ。チタンの手間げが。マフラーがね、こっち側が。あれ手曲げマフラーでね、カウルの形状に合わせて作ってもらったんだ。なんか撮影してもらったらどんどん綺麗くなっていく。それから磨いてやるから。よかったな。 K9 ダッシュでいいな、リアショック。うん、あのスポロキガイやろ、あれは超超ジュラルミゼロセントで死ぬ材質なんですよ。スプロケ、スプロケ、リアのスプロケがね。シート剥がしたらブサイクやけどね。とってもとってもでもいいよ。シートあとあとメーターだ。メーターね。メーターメーターのグリーン。このここからレバーコム。レバーコム。レバーはエンドマン。ここまで。あ、そこまで。だからこの辺の。クラッチはノーマル。ノーマルです。じゃあこっちからだけ。前のディスクブレーキは変えたの？あれはね、HMR ですよ、ドカティ。あ、そうなの。中鉄やからね、あの人は寒いね。嫌いで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 、ほんまは。もともとのあの後ろのやつ、うん、あのディスクは、いや、もともとあれはもうイタリアからあれ。あ、クリンプ。で、フロント18インチ。そのまま外してもたら、それで何もないでしょ。大丈夫です。大丈夫です。
見なかったことに。これ本当にどうやってロックされないんですか。ロックされないです。ケツの引っかかりに引っかかるだけ。それが、うん、それだけ。オッケー、大丈夫だ。はい、よかった。それでスッと押してもらったら、それだけでオッケーです。あとは体重で締まりますから。ごめんなさい、こんな感じで大丈夫ですか。はい、はい、はい、もう大丈夫です。あ、タンクをちょっと。あ、まあ、来たここしかしなかったよ、正直、さっきまで。頭打つんじゃねえよ。うちのチビスケが鉄棒から落っこって頭打ってたんですよ。さっき電話あって。帰ってこいって。いやいやいや、とりあえずよ。小木先生に、お前うるさいからさっさと病院連れてかんかいって言おうかと思ったんだけど。ああ、よかった。もう何でも大丈夫です。頭は怖いよね。頭はね。何が起きるか分かんないけどさ。そのまま。